久保さん、今回日にしましょうか、日。今日日曜日ですね。まあ毎日の日。そう。そうまあ本当にね、ビジネスを、商売をやっていく上で、一つプライドがを持たないといけないのは売り上げを上げるっていう、ただそれだけに一択につきますね。もしこれがないんだったら、まあビジネスはできないですし、まあ給料をもらうという,うことをするしかないですよね。ただ自分で稼いでいく、自分で 給料稼ぐ。自分で収入を上げる。やっていくんだったら、売り上げが少ないといけないですから、それは常に考えないといけないし、そこに貪欲にならないといけないですよね。だから結果が出るまでやる。あの、売れるまで売るっていう。そう、売れないから売れないんじゃなくて、売れるまで売るんですよ。これいいな。売れないから売れないっていうね、みんな言うんですけど、いや、売れるまで売るっていうね。そう、泣くまで泣かすみたいなね。<laughs> まあそういうプライドはねないと多分ビジネスは無理っすね僕もこうやって生き残ってる理由っていうのは売れなくても売るんですようんそう売れないんですよだけど売るんですよ <laughs> だからそれはどうやってるかっていうとこれはダメだったけどこういう形だったら売れないかなとかこれこじゃあこの価格帯だったら売れないかなとかじゃあ典つけてみたらどうかなとかじゃあオファー変えたらどうかなとかコンセプト変えたらどうかなとかセールスレターの文章変えてみたらどうかなとかまあいろいろやるわけですよ ね。僕ね、同じ商品めちゃくちゃ売ってますからね。<laughs> 手を買い、品を買い。もう何年売ってきてんだみたいな。未だに売ってるんで。そう、未だに売ってますからね。しつこいですよね。でもそれは、その、どうやったら売れるかを突き詰めた結果、一つの商品でもどうやって売れるかっていう。iPhone もどうすかずっと売ってんじゃないですか一つの商品。<laughs> それを形を変えて売り続けてるんですよね。 iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14まあ商品の名前がちょっとバージョンがアップする中身がちょっと変わるまあ最近はあんま変わってないですけど <laughs> 見せ方がこう変えてるっていうねちょっと進化しましたっていうねもう進化仕様のところがもうあ,あんまないですよね <laughs> だけどなんかとりあえず進化しましたみたいなねだからまあうーんまあ自分で稼いでいくんだったらまあ毎日そういうことを考えないとダメですしうーん なんかね、あの、よくね、モチベーションの話とかも出てくるんですよ。この前も質問あったんですけど、いや、モチベーションがなかなか上がらないんですよ、みたいな質問があってね。そう。う正直、そんなモチベーションに左右されてるんだったらビジネスはできないですよね。まあ、これ給料をもらう仕事もそうなんだけど、上司今日、あのね、その動画でも言いましたけどね、いや、女子ちょっと今日モチベーション上がらないんで会社休んでいいですかって言えないじゃないですか。だから仕事とモチベーションを一緒にしちゃうと、そう、無理なんですよ。 いや、ちょっと今日、モチベーション上がんないんで、プレゼン、ちょっと休んでいいっすかみたいな。お前今日大事なプレゼンじゃねえかみたいなね。<laughs> うん。なんか、まあ、そこはね、まあ、その会社の給料をもらうっていうところでも、なんすかね、まあ、ある一定のね、あのー、そこのなんか最低ラインですよね。 うん、だから、それはプライドって言っていいのがわかんなくて、うん、なんだろうな、当たり前かなっていう、プライ、まあ、かっこいい言葉で言うんだったらやっぱプライドってなると思うんですけど、そこはまあ当たり前かなっていう、うん、感じっすよね。うん、だってそうじゃないですか。だって会社でもそれは当たり前じゃないですか。モチベーションが上がんないんで、休んでいいですかっていう、それは、ダメでしょ。<laughs> ね、なんか今日すげえ会議があってね、プレゼンがあって、 いや、ちょっと、あのー、モチベーションが上がらないんで、ちょっとコロナになったっていうことで休んでいいすかみたいなね。コロナじゃないけど、いや、コロナって言っとけばいいかなみたいなね。多分、コロナ詐欺あると思いますよ。多分、今、サラリーマンの中で、ど、あ、でもな、これなんか、免許証、なんか、証明書とか出さないといけないのかなまあ、でも、ちょっとコロナの疑いがあるんで、みたいなね。多分、そういうサボり、究極のね、サボり言ってみたいなね。 多分結構これ、サボる上での究極の一手ですよね。もしかしたらちょっとコロナになったかもしれないんで、今日ちょっと病院行ってくるんで休んでいいですかっていうのは、会社もね、もう休めって言いやすいだろうし、<laughs> これ多分ね、コロナ詐欺ですよね。コロナ休む詐欺っていう多分、全国で色々あったんじゃないかなと思うんですけど。 まあ正直、まあ、それだと、まあ、ずっとお金を稼ぐとかね、そういうことやってるんだったら、あ、む、難しいと思いますよ。まあ、やるやる詐欺とも僕は言っ,言ったりしてるんですけど、やりますって言ってやらないっていうね。<laughs> うん。だ、できなくてもやるんですよ。みんなできないからやらないじゃないですか。いや、できなくてもやるんですよ。できなくてもやらなかったら、ずっとできないことはできないけまあ、まだし <laughs>。 からやっぱどんな状況でもやるっていうのがまあ僕はまあ大事かなと思いますね。それがまあ鉄則鉄板。うん。なんか多くの人はなんか何々の何々を理由にしてやらなかったりとか何々の理由にしてなんかどの子の言うんで。うーん。 まあいいんですけどね。人それぞれの人生ですから。まあ僕は僕の人生生きるため、自由な生活を生するために、まあこれからもずっと続けていきますし。まあ、久保さんとのこのやりとりも多分ほんと久保さんが続くんで、僕も続くんで <laughs>。本当終わらないですよね。多分ね、久保さんが、久保さんか僕がどっちか死んだ後、ここの億万長者合宿が有名になるかもしれないですね。死んだ後に。うん。久保さん。動画。 なんか、久保哲郎を救いたい。生き返らしたいみたいな。哲郎何寝てんだよみたいなね。<laughs> 億万長者合宿のリレーできねえじゃねえかみたいなね。なんか動画撮ってるか、まあ、どっちが先にくたばるかですよね。うん。そう。もしかしたら久保さんが死んだらバズるかもしれないですね。もう僕が死んだらバズるかわかんないですけど。<laughs> ね。い <laughs> ってらっしゃい。